沖縄の食べ物第32弾イカスミジューシー伊江島岡島のイカスミジューシーということで、今からその、イカスミジューシー沖縄風炊き込みご飯を、作っていきたいと思います。これはですね、では、沖縄の、ジミーズ宜野湾店やったかなに、売ってたんで、買ってきてみました。それでは、まず米3合を、研ぎ終わったやつがちょっとあるんでじゃあちょっと作っていきたいと思います。まずじゃあこのまず3合分水を入れていきたいと思います。2杯3杯よし、はい、これでじゃあよしまず、この米3合分の、水加減になったんで、じゃあ早速じゃあこの素なんですが、これはまずお米3合と素を混ぜて炊くだけでいいらしいんで、ちょっとこれも、ちなみにこの袋も自分のコレクションになるの一つになるんで、ちょっと綺麗に開けていきたいと思います。ちょっとまずはカメラをちょっと置きましょう。で、この外袋は、コレクションになるんで大事に取っておきたいと思います。そしたらまずはお米3合を洗い水を3合まで入れます。その中に純水の素を入れよくかき混ぜてください。じゃあまずこのジューシーの素をちょっと入れていきたいと思います。さあどんなんでしょうかね、赤身は。はい、来ましたね。おお、すごいぜ、すごい。ちょっと待って、見えるかなこれ、中身ちょっと暗いかな。あ、ちょっと真っ黒です。じゃあ、ちょっと入れていきたいと思います。じゃあ、ちょっとお待ちを。では、いきまーす。おー、めっちゃ真っ黒やで。お、すげえ。すげえ、めっちゃ真っ黒やん。よし。ちょっと待って。おー、すごいな、これ。いやー、すごい。おー、すごいな。おー、真っ黒結晶ですよ。はい。はい、これで、元が、全部入りました。でですね、ここで、はい、こんな感じです。まあ、色はすごいですね。炊き込みご飯では、お決まりの、多分本場の沖縄のやつは、そうじゃないと
そうじゃないんですが、私はですね、ぎんなんをまた一緒に入れていただきたいと思います。ですね。じゃあちょっとまずはね、これをぎんなんを銀杏水煮の缶詰を開けて、あ、いつもの銀杏ですね。これを一緒に入れて、ここに入れて、それでよくかき混ぜたいと思います。わあ、すごいですね。めっちゃ真っ黒結晶です。わあ、すごいすごい。わあ、すごいな。これすごいで。わあ、すごい。テンション上がるわ、これ。おー、ちなみに、ですね、沖縄で本場のジューシーも食べてきたんですけど、美味しいですね、やっぱり。最高ですね。よし。よく混ぜて。はい、これはご飯の色とは思えないぐらいの真っ黒ですね。はい、じゃあこんなんで大体混ざったと思うんで、よし、じゃあ、これで、セットして、じゃあリセットして、ちょっとこれ炊く前に冷めろと思ったんですけど、ちょっとこれは何がないなのかちょっとわからない状態になってしまったんで、まあいいでしょう、出来上がりのやつを冷めたら。はい、こんな感じで真っ黒結晶です。では、これを早速炊き込みモードでセットして、こうな炊き込みモードにセットして炊いていきたいと思います。それでじゃあまた、出来上がったら、カメラを再起動したいと思います。で、これ炊き上がって10分ぐらい蒸らしたら、ネギとサラダ油を入れると、一層美味しくなると書いてあるんで、そのようにしてみたいと思います。それでは、一旦ここで終わります。あとでまた。めっちゃ美味しそうですね、これ。めっちゃ楽しみさー。